広く浅いチャンネル。こんにちは、広く浅いチャンネルです。いやー、めでたいですね。毎年恒例のギャラクシーのフラッグシップスマホの発売ですよ。au と NTT ドコモはサムスン電子製の Android スマートフォン Galaxy S24 を4月11日に発売します。グローバル版はすでに発売済みですが、日本国内向けのキャリア版が発表となりました。毎年のことですけど、この時期日本での発売が遅いのはちょっと残念ですよね。ネットに上がっている情報を抜粋して、僕が気になる部分を限定した内容を今回も期待裏切らない簡単で分かりやすい構成でお届けとなります。感性に届くようにしていますので、マニアックでこだわりがある人が求めるような数値やスペックは多くを語らず、感覚で喋っていきますので、ぜひとも最後までお楽しみください。それではやっていきましょう。新型 S24 は AI を前面に押し出した性能をアピールしていますよね。 Galaxy S24 はサムスンの Android 搭載のスマートフォンで、このモデルから AI フォンというコンセプトを掲げています。呼び方もスマートフォンから AI フォンに変わってくるんでしょうかね。いや、すぐにそんな呼び方が浸透するとは思わないですけど、悪くはないですね。 AI フォン S24 は S シリーズなのでフラッグシップです。世界最強最速のスマートフォンなので、安心して購入できるかと思います。目玉は AI による機能を前面に打ち出し、サムスン独自の Galaxy AI を搭載ってところでしょうか。クラウドを必要とせず端末のみで処理できるオンデバイス AI と、クラウドで処理するクラウドベース AI、 こちらの双方を兼ね備えるハイスペックな世界最強スマホの発売でございます。独自の機能として音声通話中のリアルタイム翻訳に対応しています。通話時の翻訳機能を立ち上げると、通話相手にリアルタイム翻訳をする旨が伝えられ、それぞれの母国語を話すだけで AI の音声がそれぞれの言葉をそれぞれの言語に翻訳し、音声で伝えてくれます。日本語や英語、韓国語、スペイン語など全13カ国語に対応しているようですね。すごすぎです。また手書きのメモをテキスト化したり要約したりする機能も備えてます。ボイスレコーダーで録音した音声をテキスト化することも可能ですし、おまけに翻訳までできちゃいます。さらに画面内を指などで囲うと、範囲内のオブジェクトを検索できる囲って検索にも対応です。これ CM とかでもね、アピールして流れてますよね。すごい良さそうですね。この囲って検索は結構使う機能ですよね。おそらく考えるだけで実用的だなぁと思っちゃいますね。これはあと絵的に気になったけど、名前もわからないようなものが手軽に検索できるので、これを活用すれば知識量がね、どんどん皆さんの増えていく感じになるかなと思います。カメラについても AI による編集ができるようになり、写真の角度調整のほか、人物や物を移動すれば背景が AI を自動生成するなどの機能も利用できます。もうね、すごいですね。プロのクリエイターの仕事。そうです、 Photoshop を使う機会が減りそうですよね。特別なスキルがなくてもスマホでできちゃうんですから、 AI の進化はちょっとね、気をつけないと人間が不要になってしまうっていう可能性はあるので、考えものです。あると思います。次は大事な大事な CPU の話です。チップセットにはクアルコム製のスナップドラゴン8ジェネレーション3 4 Galaxy を搭載です。ジェネレーション3か。僕が今使ってる S23 はジェネレーション2かな、1個前のものなんで、1つグレードが今回上がってますね。まあ1年なんでそこまで大きな変化はないと思われます。バッテリー容量は全モデルの Galaxy S23 の3900から4000に向上しています。キリのいい数字になったんで、こちらの方が気持ちがいいですね。まあ個人的にはどうでもいいことですが、 S24 シリーズでは発売時点から起算して7世代の OS アップデートと7年間のセキュリティアップデートを保証すると言ってます。7年もスマホ使えますか？スマホは僕は長くて2年と決めてます。まあ世の中どうなんでしょうかね。まあそれだけこの7年っていうのはね、僕が思うところでいくと、品質とか性能に自信があるっていうことの表れなんではないかと解釈しています。まあ、これが正解じゃないかなと思います。性能品質にね、自信があるから7年間もサポートしますよと言ってるんだと思うんですよね。次はちょっとカラーですね。ドコモで取り扱うカラーバリエーションはアンバーイエロー、オニキスブラック、コバルトバイオレットの3色です。
au はアンバーイエロー、オニックスブラックの2色です。なぜ au は2色なのか。まあ色なんてね、カバーというかケースとかつけちゃえば関係ないですから、人によってはどうでもいいことかもしれません。ストレージ容量はドコモは 256GB のみです。 au は本体ストレージは256と512と2つ用意されていますが、512はオンライン限定で、アンバーイエローについては256限定モデルになっているようですね。主なスペックもちょっとだけ見てみましょう。搭載する OS は Android の14で、メモリーは 8GB ですね。ストレージはさっきも言いましたが基本 256GB。 チップセットはさっきも言いましたが Qualcomm の Snapdragon 8 Generation 3の 4Galaxy です。ディスプレイサイズは6.2 インチで、最大 120Hz のリフレッシュレートに対応です。まあ、これが可変式なんでね、かなりバッテリーもねセーブしてくれますよ。減りがほんと少ないです。23から採用されてますけど、すごくいいですよ。アウトカメラは約1200万画素の超広角カメラ、5000万画素の広角カメラ、1000万画素の望遠カメラ、広角3倍を備える。インカメラは約1200万画素ですね。 Bluetooth バージョンは 5.3 をサポートとなってます。本体サイズは、無印の S はコンパクトですね。 147×71×7.6mm で、重さは 167g でかなり軽量ですね。バッテリーサイズはさっきも言いましたけど 4000mAh で、お財布携帯にももちろん対応し、防水防塵機能も備えております。生体認証は顔認証、指紋認証使えますね。まあ当たり前ですけど、この辺は。はい、サクッと国内キャリア版の Galaxy S24 の紹介をさせていただきました。国内最新最強最速のスマホをぜひとも手に取ってみてください。 Galaxy の S シリーズ未体験の方はこの機会に買ってみてください。世界最高のスペックのスマホを使わずして年を重ねていくのはもったいないですからね。どうにかして使ってみることをお勧めします。ちなみに私は今回は見送りです。こんだけ進めといて見送り、まあ理由はちゃんとありますよ。今 S23 を使ってるっていうのがあります。で、来年発売の S25 に買い替えが確定しているためです。2年おきと断言しているので、必ず来年 S25 を買います。なので今回は我慢っていうことですね。まあ金もないっていうのはもちろんあります。こんなねしょうもない縛りがない皆さんはぜひチェックして S24 買ってみてください。この動画で少しでも Galaxy S24 の商品の魅力や雰囲気がほんの少しでも伝われば嬉しいです。このチャンネルではジャンルを特定せず車関係が多くはなりますが、ガジェット、バイク、アクアリウム、ペット、ビザールプランツ、日用品など、ひたすらおしゃれでかっこいいと信じている広く浅い僕の趣味の世界を紹介発信しています。ほんの少しでも共通の趣味だったり興味を持っていただけましたら、チャンネル登録で応援いただけますとめっちゃ嬉しいです。いろんなことやってるんで、趣味を探している人は新しい趣味を始めるきっかけになるかもしれません。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。さようなら。